回ね、やたらと、振り仮名が振ってあんのよ。漢字に。いや、あのね、漢字は読めるから。漢字のゲーム、ちょっと前に流行ったじゃん。あれね、俺人生行くと思うんだよね。漢字で GO、やりたいです。みなさん、こんにちは。令和のインテリジェンスバーチャル YouTuber、イルハートです。今日はですね、漢字で GO、ついにやっていきたいと思います。漢字で GO っていうのは、あの、画面に出てきた漢字の振り仮名を制限時間内に当てるゲームです。ラジオでね、ちょっとやりたいなーみたいなことをね、言ってたら、なんとですね、用意されておりまして、今日はそれをやっていきたいと思います。やったー。ということで、モードがメイン、難易度が出題数が16問コース、他はね、デフォルトの設定のままでクリアすれば OK ということです。まあ、でもそれなら、だってスタンプがハード初見でクリアできるっつうことは、まあ大丈夫でしょうってことでね、私がそんなポンコツスタッフさんの仇を打ってあげましょう。ではやっていきたいと思います。これよしの16問、頑張ります。レベル3だって最初から頭おかしいやん。来い。いけちゃうんじゃない？ちょっと激ムズでしょこれ。本当に？本当に激ムズです。本当に激ムズですか？ちょっと。これやっぱりな、ちょっと。明日から方向転換しないといけないかもしれない。ねえ。明日からインテリジェンスバーチャル YouTuber に、なにこれ？キュウリ。キュウリ。なんだっけこれ。なにこれ？ここ、9分。キュウ。いや大丈夫、まだいける、まだ2ありますからね、右上にね、残機が2ありますからね、いけますよ。ほらさっきのはさ、何、私の辞書にない文字だった。なんだっけ、キュウリ、なんだっけ、読み方忘れちゃった。ちょっと、なんだろう、何、トンチュウ何これ、ゆする。なに。いや、この字から大勢の人は想像できんよね。え、よし、はい、そう、なんかさね、ほら、タブロするとかってさ、あんまりこう、お育ちの良い言葉じゃないでしょ。で、今のインテリジェンスバーチャル YouTuber ですからね、あの、私、そういうね、お行儀の悪いことは知らないんですよ。私の辞書にはない。こういうことです。いけ！ほんまに激ムズですか、これは。ノーマルなんじゃないですか。あれ、私にとっても、もしかしたらノーマルモードかもしれないなぁなんて思うんですけど、どうなんですか？え、そのあたり、どう？ごめんなさい！ギトギト。ギトギトじゃないの？ギ。カナで書けや。
いやいやいや、おかしいおかしい。たまたま偶然、私の辞書にはない文字が、ちょっと出てきただけで、違うの、たまたまハードなのか。いや、ハードな、まあ、さ、だってお前らがクリアできたやつでしょ。いや、そんなできるに決まってるじゃん。わかんないといてくださいよ。はい、それではやっていきましょう。あれ？さっき海じゃなかったっけ？なんかステージ結構いろいろあるのかな？あ、かわいい！うさぎ！ゆーくー、なんか野生の動物がいっぱいいそうな景色ですね。皆様、軽率な発言は慎みましょうね。なんか、急に優しくなってない？さっきのに比べて。抱負！はい、イルハート新年の抱負ね、あの24時に寝て朝の、8時に起きるみたいなことだったんですけれども、初日から守れませんでした。まあ、そういうこともあるよね。はい、サクサクですよ。いいんじゃないですか。はいはい、植物、植物、え、タバコ、タバコって植物なの？あ、はいはいはい、ナス、え、タバコはナスということ？そういうことではなくて、シュー、よし。あ、そうなんだ。勝ち負けをはっきり決めること。ああ、私のこと。はい、あれなんですね、シユーを決するってさ、あのひよこ鑑定士みたいなやつだと思ってた。これはオス、これはメス。違うんだ。よいしょ。はい、いや、勉強になりますね、これね。みんな、ほらね、ちっちゃい弟とか、もし子供がいたら、これね、この勉強した方がいいよって言おうとしたけど、別に子供を、なんでもない。ごめんね。人生なんとかなるよ。なにこれ！鋼。銀庫。はぁ、カタカナで書いた方が早くない？覚えた。金のボタンね、金のボタン覚えた。オッケー。次出てきたらいける。はい。はじる。そーつ。き。はい。いやー、ボタン悔しいな。ちょっと全然さ、完全にクリアするつもりだった。くっ！あい！ちょっと文字がね、文字が打てないんですよ。なんだ！よし。非合法。違いますよね。おつ。ちょっとヒント。分かった。いけます。見てなさい、みんな見てなさいよ。おむつのこと非合法って言ってるね。別にそういうつもりって言ったんじゃないんだけど。素晴らしい！ロングラチュレーション。さあ、見ましたか？いや、これがね、私の実力なんですよ。びっくりしたんじゃないですか？私、実は YDK やればできる。と。ん？なんか、いいんですもん。いいんですよ、別にそんなね。まあ、なかなかさ、見せる機会みたいなのもなかったですからね。いいんです。分かってくれたならいいんです、別に。まあ、今後ね、読めない感じとかあったら、しょうがないから、聞いてくれてもいいですよ。いいんです。無理にさ、必要のない漢字を増やすのをやめてもらっても良いですか？読めるけどさ、普通に読めない。
ね、違うの。だから、ね、それをやめろって言ってんだよ。なんかキャラ変してんじゃん。何？ヒントはゼロじゃないですよ。じゃあ逆に聞きますけど、ヒントがなしでおむつって読めたんですか？あなたは読めませんよね。いいんです。はい、はい、ということでみんな楽しんでくれましたか？イラハトはめちゃめちゃ楽しかったです。やればできる子っていうことをね、証明できてとても誇らしく思います。ルールとしてはそんなに難しくないんだけどさ、いろいろ勉強にもなるし、制限時間とかあってさ、キャラクターとかが迫ってくる感じとかも、すごいゲームとしてめちゃめちゃ楽しかったです。みんなもぜひやってみてください。まあ、イルハートほど正解率高くないかもしれないけども、やってみてください。まあ、今度はね、配信でもクイズ系、謎解き系とかね、やって、こうみんなに、教えてくれんのかな？そうだな。ということで、またお会いしましょう。またね。バイバーイ。